はい、どうも、武蔵先生です。ということでね、第4回目なんですけれども、少しね、ストーリーとは直接関係ない、ものをね、少し進めまして、多少なりともね、パワーアップしております。刀の攻撃力ですとか、弓の攻撃力なんぞをね、多少上げております。進行状況は、全然進んでないんですけれどもね、こう技とか、ちょっと取りましたね。受け流しが成功すると、体力が少し回復するやつ。あ、これ取ってねえや、こっちか。得得しているのは受け流しの極意ですね。あとですね、型は今のところ、石の型と水の型二つですね。この辺はまだ習得してなくて、クロードの方はね、一つ、このね、クナイが投げれるようになりましたと。回復はそうだよね。倒れても立ち上がることができる。これね、迷ったんですけれども、気力を3消費するんで、おそらく、やられちゃった時って、もう気力も3残ってないと思うんですよね。なので、あんまりまだ意味ないかなと、もうちょっとね、気力を増やしてから取ろうかと思います。で、一騎打ちね、これ2連。得得してます。あと、弓。狙いを定めてる間に、こうね、ちょっとスローモーションにしてくれるやつね。これをね、もう一つ、取りたいんですよね。いわゆるこれ一回集中力を高めて、時間のね、流れがゆっくりなるんだけども、これ一回使うとね、またしばらく使えなくなるんですよね。まあ、それが回復するまでのね、時間が 15% 減少する。これもちょっとね、取りたいなぁと思ってますが、ちょっと今のとこ様子見しておりますね。少しね、語符をつける、ところも、今のところね、4つつけれるようになりましたね。今こんな感じで、この弓もね、少し、パワーアップしてますね。素材が足りないという。弓はね、2段階パワーアップしましたね。刀の方は、まだね、1段階しかパワーアップしてないか。ちょっとね、素材が足りなくてね。できておりません。見た目は変えてないですね。今着てるのが旅人の服だったっけ？旅人の服でよかったんだっけ？なんかルミンの鉢巻きっていうのをね、手に入れたんで、ちょっと今つけてます。あと武士の威圧という、まあフェイスマスクっていうんですかね。旅人の装束だ。そう。これね、強化できるんだけど、してません。ちょっとね、他のものに物資を使いたいんでね。で、こんな感じでございます。で、ここ今いるのが、なんだっけな、これ。名前なんつんだっけな。黄金城だったっけ？黄金寺か。黄金寺って読むのか、黄金寺って読むのかわかんないんですけど。そう、ここをですね、一定時間経つと、あ、なんか侍が負けたなんて信じられないみたいな噂が流れてますけれども。あ、間違えた。クナイを投げてしまった。お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌を読む。日吉の遊戯、歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか、お話をしてみてはいかがです？いつか立ち寄ってみよう。日吉の遊は、盆を、確か使ってましたね。あ、
しいでしょうか。これここの人の物資じゃないの？今盗んだけど。ここ、そこじゃないや、そこ鎧でしょ？ここはですね、あった、ここの御神木、でっかい御神木があるんですけれども、今はないですね。一定時間経つと、ここにね、物資とか、またね、置いておいてくれるんですよね。民の方々が。集めてくれるんでしょうか。いやー綺麗ですね。まあ今季節はね、リアルな現実の季節はLANケーブル接続されてるのにね、接続されてないとか出てきやがるからね。今ね、現実世界では夏なんですけれどもね、イチョウが舞ってますね。だからLANケーブル接続されてるっていうの。日吉の湯に行ってみるかね。日吉の湯はどこかしらね。これか。あ、これ違うな。紅葉の比喩ってなってるな。日吉の湯はどこにあるんでしょうか。これか。これ違いますね。そう、比喩もね、いくつか見つけまして、3個ぐらい新しいの見つけたのかな。で、ちょびっとだけ、体力の上限が上がっております。日吉の湯がどこにあるかわからないね。あとね、狐をね、もう、お参りも、2つばかりぐらいね、済ましております。日吉の湯の場所がね、わかんないな。そう、この辺、結構うろついて、いろいろね、こう、比喩とかね、狐のね、巣とか、見つけた次第なんですけれどもね。あれ、日吉の湯ってどこだったっけ？通行証の悲劇、これまだやってないね。で、これが、いわゆる物語の、まあ、進行、ね、ストーリーに関わるクエストっていうんですかね。まだね、進めてません。ちょっとね、ある程度強くしてからやりたいなと思ってね。日吉の湯、あれ行ってないのかな、見当たりませんね。で、日吉がどの辺なのかも、ちょっとね、何日かぶりにやるんで、すっかり忘れてしまいましたけれども、さあ、どうするか。とりあえず、まあ、ここ行ってみるか。これ、日吉の湯じゃないもんね。とりあえず、うろついてみるか。まあ、ラストオブアス2をやってた時も、こうね、馬で移動、おお、すげえすげえ、馬で移動ね、しましたけれども、馬ってね、ものすごいでかいんですよね。危ない危ない。これ、大変なことになるね。ちょっと一回降りるか。そう、馬ってね、結構怖いよね。あまりにもでかいから。危ねえ、びっくりした。ちょっとね、空悪いな。こっちじゃない。空。空来てくれ。たまにね、こう、呼んでもね、すぐに現れない時が。あー、そこにまだ上にいる状態になってるね。この辺で呼んだら来てくれるかな。あ、来てくれた、来てくれた。よし、よしと。いやー、これね、特に目的もなくあちこち探索するのもね、ものすごく楽しいです。あ、竹がありましたね。そう、結構あてもなくね、うろうろしてると結構この竹とか花とか
素材ね、結構見つかるんですよね。これはあれか、イノブタみたいなやつか。外しました。皮がね、手に入るんで、ダメだダメだ。久々にやったらね、やっぱり、またさらに下手になってましたね。2個の強化が可能と。おそらく、最初に着てた鎧も、強化可能になってるのかな。このね、トナカイじゃねえやな。トナカイが日本にいるわけねえもんな。この鹿をね、殺しても、皮が手に入んないんだよね。手に入ったかな？確か手に入んなかったような気がする。鹿はちょっとね、かわいそうだからね、あやめるのは、やめときますけれども。いやー、綺麗ですよね。これなんだろうね、これススキかなんかかしらね。武蔵先生アロマの資格持ってるけど、植物自体はねそんなに詳しくないんで。これあれかな、よく箱根の仙石ヶ原かに咲いているあの草と一緒なのかしらね。さて、日吉の湯はね、どこ、あそこに橋があったら、なんかあれ、日吉に通じてる橋かなんかで、モンゴル兵が下から矢を射ってきて、通れないっていう、そんなのがあって、まあ一応ね、それ動画は撮ってないんですけれども、もうクリアはしたんですよね。PS4 をスタンバイモードに。はい、ということで、急に途中でスタンバイモードになって立ち上げましたら、バージョンのね、アップデートをしますかということで、まあして、始めていきたいと思います。最近ね、いきなり、USB ストレージが取り外されましたとかね、出てきて、ちょびちょびゲームが中断されてしまうんですけれどもね。はい、さっきのちょうどね、続きですね。あちらの端のところでね、モンゴル兵が下から矢をガンガン撃ってきて、通れないっていうね、そういうイベントがあったんですが、それはね、クリア一応してますね。ただ、それもね、多分ね、10回以上やって、なんとかクリアしたと。これは野党かな？モンゴル兵じゃなくて。はい、はーい、っていい。やっぱり一騎打ち三連欲しいね。どこだ？あ、危ない。やろう。あー、ちょっとね、食らってしまいましたね。確かここがね、日吉に通じている橋で、どっちが日吉なのかがちょっとね、わからんのですよ。ルミンの八重、罠師、2個の強化が可能。区内とかをね。あ、日吉の稽古台ってあるから、この辺か。ということは、この橋を渡った先が日吉になるんですね、きっとね。そらー。おいでー。はい、じゃあ行こうかね。そう、危ない危ない危ない。何してるの？落ちたら死んじゃうよね。そう、ここでね、モンゴル兵が下にね、たくさんいてね、いやー、何回もやられましたね。クマかな？あ、クマがね、
野盗かなんかを多分倒したのかな。よし。いやー、クマはね、ほんとね、なんだ、素手だとね、素手っていうか、刀で倒そうとすると、かなりに、苦戦しますね。下手すんと、速攻やられますね。そう、大体クマが出てくるときって、なんか、野党とか、まあ、モンゴル兵が、結構やられてるんだよね。ああ、タケノコが生えてますね。いやー、タケノコ、皆さん、好きですか？武蔵先生はね、タケノコ大好きなんですよね。まあ、メンマはね、そこまで、好物ではないんですけれどもね、たこ焼きじゃねえよ。タケノコか。タケノコ、なんでたこ焼きになってんだよ。タケノコご飯がね、ものすごく好きなんですよね。まあ、それは、さておきまして。日吉はどこかな。一応ちょっとこの辺、ナビセットしとこうか。まあ、ファストトラベルできるんですけどね。なんでしょう、この、やっぱりね、この美しい景色の中をね、この移動するのがね、やっぱり楽しい。はーい。おやー。はい。あ、日吉の湯400メートルってなってるね。まだいんのか。あ、もうやばれ。おお、この野郎。油断したわ。一騎打ち二連やって、それで終わったと勘違いしちゃったわ。やっぱりね、こう一騎打ちの時にどうしてもね、声が出てしまうのは、まあ、実は武蔵先生もね、ほんのちょこっとね、剣道をかじっていたせいもあるんだね。なんだ？またクマか。まあ、皮が欲しいからね。あれ、当たってない。あ、やばい。もう矢がないってやつ？矢がないんでね、やめときましょう。変にね、刀で切りかかると、返り討ちに遭う危険性の方が高いんでね。そう、実はね、少し剣道をね、やってたんですよ。まあ、それをね、なんでやめたかというと、防具があまりにもね、臭くて、ニカワっていうのかな。そう、やっぱりね、コテなんかもね、取った、外した後、ものすごいね、腕も臭くなるしね、やっぱお面とかね、あれがどうしてもね、耐えられなくて、それで、続けることを断念したわけでございますが、続けてればね、まあ、ある程度、あ、これ日吉の湯じゃないですか。ある程度ね、名のある剣士になってたんじゃないかなと。確かね、この辺、祠があったような気がするけど、はい、日吉の湯に到着いたしました。あぶしうし。一瞬ね、人かと思ったらお地蔵さんでしたね。ちょっと待ってくださいね。歌読みが、まあ、得意な方がいらっしゃるということで、行ってみたいと思います。いやー、すごいですね。まあ、これね、ゲームだからこんなね、あっという間にバーッと下っていってはいますけれども、これまあ現実だったらこの下っていくのも一苦労ですよね。いやー素敵だな。こんなところ行ってみたいですね。確かまあ日吉の湯はもう入ってるはずなんで、さて、
どなたに話しかけるとイベントが始まるのかな。そこに何かあるけど、危ない危ない、危ない、荒らしてる荒らしてる、ちょっと降りようか。遠距離の飛び道具所持数の、ああこれいいですね。川が10個必要で10個持ってると、矢の最大所持数12、これいいですね。お役に立ててください。役立てます。これはなんだこれ、あこういうの買えるんだ。あ買うこともできるんだね、知らなかったですね。ここは、ああここも弓の手入れしてくれるんですね。なんかものすごい腰のなんか布みたいのがたなびいてますけど、まだ全然ダメですね。全然強化はできませんね。まあ、弓の強化もねしたいところですが、剣をねやっぱり強化したいですね。さて日吉の湯でなんか話しかけてみてくださいって言っている人はどの人になるのかな。これね、旅人の装束を着てるとアイテムがね近くにあるとコントローラーが振動して教えてくれるんですよ。なんですけどね、結構見つけられないんですよね。あ、これ今いたところじゃないか。そう、結構村の中なんかもこう花とかね物資とか結構たくさんあるんですよね。すごいなこれ、ホタルが。すごい、ホタルがずーっといるよ近くに。さて、あーすごいねホタルが。文文と書状ってなってますね。琵琶法師の歌、あーなんか手に入れましたね。あー一応これ回せるんだ。あまりいろんな角度から見てもね、そんな面白いもんじゃないですけど。さて、話しかけてみてくださいって言っていた人はね、どの人なんでしょうかね。これあれだよね、確かの見た目を変えるんだよね。いやーこの白いのかっこいいなー。これお花がいるんだよね。その、ああ、これも、これが黒か。すごいですね。海竜の翼っていうんですか。残忍な竜の精神を呼び起こすという。これ、見た目が変わるだけですよね。これあれかな、アップデートで新たに追加されたやつかな。弓。内系、内系でいいのかこれ。の呪いを完了すれば手に入ると。うん。200件の飛び道具ね。あとこれね、着てるものを染めてくれる。ああ、この辺は、雅子様の何かをね、クリアしないといけないですね。対馬のどこかで手に入ると。今のところはね、これを、こう2種類か、赤いのかちょっとまあ黄色っぽいのか。あこのマントにもね模様が入ってるんですね。結構ねこういうの迷っちゃうんですよね。で迷ってやらないという、これはあこういう風にパワーアップするのかな。パワーアップはしないか。見た目が変わるだけか。助かった。まあ、とりあえずはいいかな。道中のご無事をお祈りしています。
あ、ここがちょうど浸かる場所。あ、なんかあそこに光ってる人がいるね。あ、違う、花だったわ。人じゃねえよ。くずや、あ、いいんだ。ああ、彼ね、その橋の上の真ん中でね。ええー。あ、そうだ、おしまい。そう、あの、さっきのね、あの、吊り橋のね、ところで猛虎兵にね、あの、集中狙いされてて。その彼ね。危ない危ない。ちょっと、溺れちゃう溺れちゃう。そのなんだ、歌を読む人が、歌を読むのが上手い人っていうのはどこにいるんだろうね。ああ、そういうふうに言ってたね。さてと、ここはが、まあ、日吉の湯になるんですけれども、誰に話しかけたらね、いいんでしょうね。全然わかりませんけれども、まあただね、こう歩いてるだけでね、楽しいですね。こうなんでしょうね、このなんかホタルが、これもしかして何かこう、あーなんか導いてくれてるのかしらね、これ。絶対そうだよね。今まであのこんなんなかったからね。あ、この中、この中入ってって言ってんのかな？この建物の中に。どうやって入んだこれ。あ、こっちか。あ、またなんか手に入れましたね。日吉の湯、無限日記。これもまああれなのかな、結構大事なものなんでしょうかね。いや、まあわかりませんけれども、そう、何か大事なものとかがあったりすると、ああやってホタルが教えてくれるんでしょうかね。君でもなくて、これは取れない。さて、お花じゃないや、歌を読むのがうまい方というのは一体どこにいるのでしょうかと。すごいよね、こうね、勝手に入って勝手に出ていくというね。やっぱりあれかな、あの人がさっきたくさんいたところになるんでしょうかね。ここは、ああ、また元に戻ってきただけですね。いやー、全然わかんないよね。ずーっと喋ってるね。いや、いいですね。まあわかんないんで、次行きますか。はい、ということで、その歌がうまいという方に出会えることもなく、日吉を後にしたいと思います。どうしようかな、ストーリー進めようかな。なんかね、もうちょっとね、強くなってから行きたいなと思うんですけれどもね。ちょっとね、やっぱりオープンワールドということで、じっくり進めていきたいなっていうのがあってね。あ、ここすごいね、なんか双子岩っていうのがあるけど、ここちょっと行ってみたいね。下っ
下でいいのか、これ久田の平原だから下の平原、下でいいのかね。さてと、まあでもね、本当はね、このどっちかをね行きたいんだけどね、行ってみるかな。まあとりあえず、過去3回の配信の再生回数がですね、まあ1回とか2回とかなんでね、まあ普通にただね、こうストーリーを進めていっても、あのたくさんの方がねやっぱ動画を出してるんで、あんまりまあ見ていただけない、見ていただける確率ももうね激低ですので、まあちょっとね人とは違ったような角度からこう配信をしようかなみたいな、という感じでね、こう普通に進めていくんではなくて、ちょっとまあいろんなところにまあ立ち寄っているような動画にね、ちょっと方向転換しようと思っております。今回とりあえずねこれぐらいにしときましょうね。あんまり長くてもねやっぱりこう見ないと思うんでね、ということでね、ご視聴ありがとうございました。また次配信するときは、結構ね、自身のスキルも上がっているかと思いますので、ぜひぜひアクションゲームがね、まあ、苦手な方に見ていただきたいですね、武蔵先生みたいにね、ということでご視聴ありがとうございました。